こんにちは。CSV アップロード、このひな型の注意点というか、チェック事項を話します。まず、このエグザンプルですね。こことテンプレート入れるものを見比べてですね、まあ、同じ項目を入れてってください。で、このアップロードかディレートかっていうのが抜けてます。ここを入れてください。それとですね、こちらの方のエラーで出てきた、マテリアル、何でできてるか、それとデパートメント、メンズかウーマンか、これが抜けてました。それを修正してですね、修正してというか、実際には私はこの真っさらなやつにいただいたファイルのコピーして貼っていったんですけど、まあ、貼っていったら、OK になったという形です。このエグザンプルとですね、エグザンプルで埋まってる項目で埋めらんない項目、これは何を埋めればいいのか、もし分かんなかったら聞いてください。抜けがあるとエラーが出て、今回分かりにくかったのですね。アップデートを入れなきゃいけなかったんですけど、アップデートも何もデレートも入れてなかったんで、この部分がエラーで出てこないと。で、カタログがないから、フレームが違うという返事が来てたのが、何も進まなかった一番大きな理由です。CSV ね、この辺がちょっとめんどくさいですけど、使ってみて、チェック機能もついたんで、まあ、一度にたくさんアップするには悪くないかなというふうに思いました。ただね、これ実際できるまでは、結構、間違い探し、神経衰弱、ちょっと大変でしたけど、おかげさまで、アップロードするやり方も分かりましたんで、またご質問あれば、どしどしお寄せください。お待ちしてます。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。